ってあげたいけど私機会ないかな。あ、残念だ。棒読みじゃん。めっちゃ棒読み、めっちゃ棒読みでやば。オンリーハイの納期とかクオリティが上がるなら何本でも差し入れしたい。でもなんかさ、あれってさ、なんか出しすぎてもあれじゃないと思うんだよね。なんか一日何枚もあげてもなんか別にそのなんかさ、5枚っていいよね。なんか3枚でもいいなと思うけど、なんか別に10、なんか普通に10、なんていうの、10枚とか出してもなんかレア感がなくなるというかあれかなと思って出しちゃいんだけど、もう暇になんかそんな自分自身レアでもないからちょっと少しでもレアにさせようと思って頑張ってんのね。頑張ってんのね。喋りながら いけそうな気がしてきた。でもなんか楽しい、やってて。あ、この人あ暇用紙じゃないのに、あた時間たたい時間時間教えたら叩いてくれたんだなとか思うし、楽しい。あ、いける気もしてきた。これでいけるかな。いけねえわ。まんま相談するのがうまいそう言ってるんですけど、メンバー2人で。いやでもそんなことない、暇だから。それも学校が、まあ、一応なんかまああるまあないんだけど、まあ、授業とか始まったらまあどうなるのかなって感じする。オンラインの方ね。ああ頑張ってる。頑張ってる。いや普通にさ、オンリーファイブってさ考えた人すごいなって思っちゃったよね。なんか知ってたんだけど、オンリーファイブの存在は。なんか知ってたんだけど、そう、あ、まさか自分がそうと思わなかった。やんならチェキチャとかかなって思って。もうすでにさ3月の中旬ぐらいの時点でチェキチャダウンロードしてるから入ってんよね。チェキチャ、チェキチャはねダウンロード済み。あと、ありがとう。物を大切にして、なんか使ってあった。いや、あれなんだよね、なんかもったいないみたいな。あ、いい感じじゃない。いい感じかもしれない。でもチェキチャもよく分かってないんだよね。実際やったことないから分かんない。チェキチャが何なのかも分かってないんだよね。ダウンロードダウンなまったダウンロードしたは買ってないけど。いや、それそうだった。そう、なんかネットサイン会もさ、なんかまだ手出してないんだよね実は。あれはオタクタイドル、お互いに詳しい会話会話するすることすごいねそれ。すごいね。でもなんか早くまたなんかリレー配信したくて、そういつメンバーにいようかなって思ってる。チキチャって使えるの3000ポイント分からん。とりあえずなんか始めるかもしれないと思ってダウンロードしておいた。てかチアーズどうしたらいいと思いますか。結構前からチアーズ、結構1月ぐらいか、1月12月忘れたけどに、なんかあれなんですよ、普通にチアーズやりたいなと思って、 NPP の前かな、出る前になんか普通にあ、自分でなんかメール送ったの普通に。でなんかそれでチアーズ側になんかツイッターとか教えてくださいって言われて、教えて申請取ったんだけど、なんかパニコン同時期に行って、申請取った次の日、申請取った前の日にブログ始めちゃったのと、なんかファニコンっていうのが同じぐらいに始まっちゃって、まあなんか個人でやるよりやっぱグループでやるやつの方が大切だから、まあそれ言われたらファニコン優先かなと思っちゃって、なんかせっかくアカウントさ、チアーズの上の方に作ってもらったのに、なんかずっと使えないままになってるから、それも申し訳なくて、どうしようって思ってる。どうしよう、本当に。本当にどうしよう。困った。それも結構前から思ってる。リリー配信面白かった。え、なんかまたやりたいよね。リリー配信はなんかちゃんとテーマをなんか
あんな感じでそのテーマについて語るのが楽しいよね。手広げすぎるのは大変だよね。そうなんだよね。なんかちょうどブログの代わりになるのがチアーズかなと思ってやってたんだけど、ちょっとまあ申請時間かかったから、まあブログ始めちゃったのもあってちょっと困ってる。困ってるよ。初見です。見た目はひよこ、中身はうさぎ、ゆきぴょん。すごいね、見た目はひよこ、中身うさぎみたいな。そう、アイドル側のコンテンツはね、そうなんよね、そうなんよね。20分テンポいいなって思った。なんか1時間だとちょっと長すぎて、あのあれだよね、なんかテーマ、その一つのテーマに絞れないからあれかんなっていう気もした。いやなんかまあ20分だとちょっとまあ時間足りないなって思うところもあるから、まあそれで時間足りないなって思うけど次のメンバーになるって考えたらまあいいのかもしれない。ちょっとまた近いうちにやりたいよね。ディレイ配信はいらんそう。いやでもなんかいろいろやりたいことはあるけど、なんかコラボ配信できるアプリが知りたい。あのインスタグラム以外で、インスタグラム結構止まっちゃうから、なんか誰かと2人で NG ワードしりとりみたいにやりたい。え、しりとり？ NG ワードなんちゃらみたいにやりたいけど、なんかショールームでなんか2人ってなったら、まあそれはそれでなんか感染のうんちゃらかんちゃらとかあるかもしんないから、まあ、あやっぱりお家の安全なのかなって思うからちょっとあんまやりづらいじゃん。コラボ配信できるアプリ探してて、なんか、うん、坂東さんギガ無双らしいのよろしく。さきちゃん、さきちゃん Wi-Fi とりあえず買ってほしい。ツイキャス配信とか、ツイキャス配信、ツイキャスね使ったことないな。 NG ワードは興味津々。いやそういう NG ワードじゃないんだけど、なんか昨日アミちゃん、昨日かな、アミちゃんが、あそうラブバイトさんのアミちゃんがなんかNG ワードしりとり、しりとりわかんない見てやってて楽しそうだった。いいツールあったらくん、ね、ありがとう。いや確かにコラボ配信ってなかなか聞かないよね、なかなか聞かないマジで。あーそれよりこれギガ使い放題になったらしい。えすごいね、ひまりあれだよ、50ギガみたいなやつ。50ギガみたいな、ツイキャスは投げ銭がめんどくさい。なんかツイキャスってなんかあのお茶とかよくシステムわからんからやだ。難しい。そうお互いに相手に言わせるやつ、そうそれそれよ。リンゴが NG ワードだったら、しりとりリンゴって言ったら負けみたいな、それ。赤リンゴはコラボ配信だけライブミーを使うことです。ライブミー、ちょっとメモっときたいけどペンがなかった。終わり覚えとこ、ライブミー、ライブミー、そういそうだ、なんか赤リンゴさんはなんかツイッターで言ってた気がする。なんかコラボ配信できるやっぱり知りませんかみたいな。全然インスタライブ、インスタしかわかんないからさ、インスタ本当に溜まっちゃうし、なんか画質なんか2人だとあれ、ね、なんか日向かな、光るかな、まあ、やった時あれやったけど、さっきのペンは壊れました。でもワンチャンこのまま書けるかもしれない。え、もうショック、ショックだ、ショックだ。ランキング読みます。あもうこのあれやだ、あの何スタンドやだ。13位翔さん、12位モンドさん、11位ビンコさん、10位マケンさん、9位 TG さん、8位パニャーキチさん、7位新米さん、6位ヤスさん、5位ショージさん、4位ヤスさん、3位コルさん、2位ビビットさん、1位トビトミヤマラさん、ありがとうございました。いやね、今日はゆるゆるだった。相当ゆるゆるだったけど、あそうなん、ライブミークラスターのオーディションで使ってたんだ、なるほど。じゃあひまりちゃんはとりあえずこれは復活させます。入んね、不器用すぎ、入らん。また明日もやりたいかもしれない。明日ってなんかあったっけ、なんもないな。明日って8、明日もやるかもしれない、気が乗れば、多分気が乗る。ありがとう、ペン直ったら報告やろう、オッケー、ありがとう。あ、動いた、バイバイ。